日本の報道は自由なようで自由ではないとそれはま樹脂規制が非常に厳しいからですね記者は自分の知っていることを書かないという特徴がありましてそれがですね大きな疑問を僕らに残すわけですね何かテレビ見ても新聞見てもどうも本当のことは教えてくれていないというふうに思うんですね私よくあの昔国家の委員会なんか出てるときに隣の人が 先生実はって,って一番重要なことをしゃべると、それはそのいわゆるエスタブリッシュメント今で言えば、えー、力があって金を独占している人たちの間の秘密であって、それは国民に知らせないっていうことがあるわけですね。差し障るというわけですね。で、それを表面的にはですね、いろんな見方があるのでっていうふうに言ってるんですが、見方があるんではなくて重要なことは国民に伝えないということが徹底的に 現在の日本のマスコミにあるんですね、えー、それを一つずつこのブログで明らかにしていきたいと思っております最初は非武装中立ということですねこの非武装中立のは最近ではもうあまり聞かないので耳慣れない人もいると思いますが、えー、っと左翼の人たちですね左翼の人たちが終始戦後に言ってたのが、えー、憲法九条を守れ自衛隊は違憲であるもしくは持ってはいけない えー、それからアメリカ軍は出ていけ、アメリカ出ていけ。まあ今でも沖縄はそう言ってますね。えー、自衛隊はいらない。沖縄あのアメリカ軍出ていけとこう言ってますね。えー、これはですね、またかも日本の平和をおお求めているように見えるんですね。まあ、私なんかも高校生ぐらいの時にはこれを聞いてですね、いやそれはやっぱり衛生中立。 非武装中立がいいんだと自衛隊もいらないんだとアメリカ軍もいらないんだとこう思ってたんですけどもそれには裏,裏に大きな、まあ、トリックじゃなくてちゃんとした主義主張があると、まあ、いうことがまあそれはですねえー、っとこの前の大東亜戦争の前にコミンテルンという、まあ、あの世界の,あの共産党の中央部ですね えー、日本ではコミンテルンという名前ですらですねあのもう歴然とあるんですよ歴然とあってちゃんと公式にもステートメント出しアメリカなんかではコミンテルンのスパイがですね戦後ずいぶん自殺したりしました、まあ、そういったその本当に公の陰謀でででももない公なんい公すねそれはねある意味で正しいんですよ共産主義っていうのはですね自分たちが絶対正しいと思ってるわけですね。まあ、これは現在ですとと中国とか 北朝鮮の指導部を見ればわかるんですけれども、まあ、裁判にかけなくても人を殺していいとかですね。かつては、えー、スターリンがシベリア送りをすると、まあ、こういうふうにですね。まあ、自分が正しいと思っていることは正しいんだと。これが共産主義の基本的な思想なんですね。で、従って、えー、世界中は共産主義であるべきだという考えなんですよ。ちょっとおかしな考えに見えますけれども、社会党もちょっと前までは。 北朝鮮は地上の楽園だと言ってたわけですからねだから今の北朝鮮を見てあれが地上の楽園かってちょっと思えないんですけどまあそういう考えもありますかね共共産党共産党主義にになれば地上の楽園になるだから絶対に共産主義を世界中に共産主義にならなきゃいけない,いやそんなに強く思うなら共産主義の国に移民したらいいように思うんですけど。<laughs> 自分の国を共産主義にしようとするんですねそれの計画部隊が、えー、コミンテルンだったわけですで、非常に考え方簡潔ですね共産主義が最も良いしたがって世界中を共産主義にするしかし資本主義の国とか自由主義の国が結構力があってするといったってすぐ革命が起こるわけじゃない暴力革命ですね暴力革命が起こるわけじゃないだからまず自由主義の国資本主義の国を 疲弊しなきゃいけないそのためには資本主義同士で戦わせなきゃいけないこの罠罠に入ったのが日米関係もそうでしたねまあ、日本とアメリカが戦争に至ったまあ3分の1ぐらいの理由はまコミンテルンがですね日本とアメリカを戦わせる必要があったってことですねそれで戦った実際戦ったですねそれでまあアメリカは疲弊しなかったですけどもイギリスはだいぶやられましたフランスもやられましたね それれからら日本もやられました、まあ、イギリスフランスは戦勝国日本は敗戦国と言いますが、えー、コミンテルンの言い方を借りればですね戦えばどっちも疲弊するんだとそれはそうですねそして今度はその後ですね暴力革命を起こすすわけですところが日本で共産党が暴力革命を起こそうとしたんですがやっぱりそのすぐにはうまくいかない何しろアメリカ軍が駐留しちゃったんですよね。それで行かない それでレッドパーチなんかもあってやられちゃったと計画がうまくいかなかったそこでですね、えー、自分たちだけが立ち上がってもだめだからまずアメリカ軍出ていけ、まあ、まずサンフランシスコ平和条約アメリカ軍出ていけとそれから、えー、憲法9条を守れとそうなると日本は非武装になります、えー、無防備ですねまず日本を無防備にしてそこで共産党が放棄する。 えー、暴力革命を始めるそれで例えば阿間山山荘みたいなふうに立てこもるそれともやっぱり宗歌適せず、えー、そんなにすぐには勝てないですね。そこで中国共産党かソ連に応援を求めるとそうすると、えー、共産党は世界中が共産党になる方がいいということの信念に燃えておりますから、えー、日本に入ってきて日本を侵略するんじゃないんですね。 日本で放棄している共産党とか社会党なんかと連携をするわけですから援助するだけですね。ところがやっぱりその頃はやっぱは冷戦時代ですからアメリカも今度入ってくるでしょうそして日本の国土の中で戦争が起こってちょうど朝鮮戦争みたいにやってそれで押したり引いたりしながらおそらくは北海道はソ連本州はアメリカ九州は えー、中国共産党うなるでしょうねそして分割会議が行われ停戦になって大体いい私の推定では死亡者は400万人ぐらいになる、えー、大東亜戦争で亡くなった犠牲者が310万人ですからまた同じような犠牲者を出して日本が分割されるそれが左翼の人の狙い非武装中立の真なる意味だったわけですね。 えー、私ですねあのいろんなところでテレビ出るようになって左翼の人にそういう質問をこうするんですよ一つ一つやってきたんですね、えー、この時に社会党はどう考えてたんでしょうかこの時に共産党はどう考えてたんでしょうかと聞きますとねやっぱりご存知なんですよいやこれはこういう目的なんだでだけどもそれは表に出てませんねいやちょっと表に出すにはえー、っと 平和を守れということはどういうことかってっ共産化するっていうことだと。共産化するにはやっぱり戦いがいるのでもう一回内乱しなきゃいけない内戦しなきゃいけない。太平洋戦争をあとか大東亜戦争を始めたのがコミュニテルンであるってこともあんまり大っぴらには言わない。だけども私がここで今言ったことは陰謀でも何でもないんですよ。共産主義を主張してる人信じてる人はですね 日本が共産主義国家になった方がいいんですかいいと思っておられるんですからねこれはこれでいいんですよ別にあの今でも共産党という党が社会党の方が駄目になっちゃったんですけど共産党,党がちゃんと選挙に出てるわけですからだからそれ間違ってるわけじゃないですね考えが違うってうだけですねまあこの世の中はイデオロギーで言えばですよ資本主義と共産主義という2つのイデオロギーが、まあ、社会主義って言ってもいいんですけどねあるわけですからだからそれは 別段その人の人主張なななんんんでででですすすねそれ隠してももいいよ陰謀でもないんですただこのことが非,非武装中立とは日本に内戦が起こり半分ぐらいが共産主義国家になりちょうど北朝鮮と韓国みたいな状態になることが希望だったってことですよね。左の人の希望だった。まあ東大の教授もそうですね東大の教授連中もほとんどが、えー、左でしたからね。 現在の左の人が今から考えて戦後ま,あまずアメリカと日本が戦って両方とも疲弊し特に疲弊した日本を非武装中立にし無防備になったところで共産革命を起こし共産主義国家にするということを知っていたのか知っていなかった私は少なくとも騙されました <laughs>。 私は若い頃ですね本当に救助を守れとか言ったら平和を守るよと思っていました平和をを守守るるたために、えー、憲法条れアメリカ軍出ててけとと言ってると思い思ました現在の沖縄の人も、えー、憲法9条を守れアメリカ軍出ていけと言ってるんですがそれはあ今ではですねぼちぼちですねそうなったら中,中国共産党が沖縄を取るだろうと。 まあ中国共産党大ピラに言ってるんですよ中国共産党は別に隠してないんですえー、っとちゃんとしたあの新聞にですね人民日報に沖縄は中国の領土であるって言ってるんですからねだから正々堂々としてんですよそのこの正々堂々としてること非武装中立にしたらしてまず日本を戦争させ非武,非武装中立にしそして中国共産党が乗り込んできて共産 主義国家にするっていうのが理想であっていいと言って公表もしてるんですねただ我々がそれを知らなかった僕も知らなかったのは日本の新聞やテレビが言ってくれなかったからと、まあ、そういうことアメリカ出ていけ、まあ、今でも沖縄はそう言ってますね、えー、自衛隊はいらない沖縄あのアメリカ軍出ていけとこう言ってますね。えー、これはですねあたかも日本の平和をお 求めているるように見えるんですね私なんかも高校生ぐらいの時にはこれを聞いてですねいやそれはやっぱり衛星中立非武装中立がいいんだと自衛隊もいらないんだとアメリカ軍もいらないんだとこう思ってたんですけどもそれには裏,裏に大きな、まあ、トリックじゃなくてちゃんとした主義主張があるということがまあ弔辞で分かってきたわけです。それはですね えっと戦この前の大東亜戦争の前にコミンテルンという、まあ、あの世界の,きょあの共産党の中央部ですね、えー、日本ではコミンテルンという名前ですらですね <laughs> あの歴然とあるんですよ歴然とあってちゃんと公式にもステートメント出しアメリカなんかではコミンテルンのスパイがですね戦後ずいぶん自殺したりしました、まあ、そういったその本当に公の陰謀でも何でもない公なんですね。 それは、ね、ある意味で正しいんですよ共産主義っていうのはですねこれは現在ですと中国とか北朝鮮の指導部を見れば分かるんですけども、まあ、裁判にかけなくても人を殺していいとかですねかつては、えー、スターリンがシベリア送りをすると、まあ、こういうふうにですね、まあ、自分が正しいと思ってることは正しいんだとこれが共産主義の基本的な思想なんですね。でしたがって えー、世界中は共産主義であるべきだという考えなんですよちょっとおかしな考えに見えますけれども社会党もちょっと前までは北朝鮮は地上の楽園だと言ってたわけですからねだから今の北朝鮮を見てあれが地上の楽園かってちょっと思えないんですけどまあそういう考えもありますからね共産党共産主義になれば地上の楽園になるだから絶対に 共産主義を世界中に共産主義にならなきゃいけないいやそんなに強く思うなら共産主義の国に移民したらいいように思うんですけど自分の国を共産主義にしようとするんですねそれの計画部隊が、えー、コミンテルンだったわけですで非常に考え方簡潔ですね共産主義が最も良いしたがって世界中を共産主義にするしかし資本主義の国とか自由主義の国が 結構力があってすると言ったってすぐ革命が起こるわけじゃない暴力革命ですね暴力革命が起こるわけじゃないだからまず自由主義の国資本主義の国を疲弊しなきゃいけないそのためには資本主義同士で戦わせなきゃいけないこの罠,罠に入ったのが認を求めているように見えるんですね私なんかも高校生ぐらいの時にはこれを聞いてですねいやそれはやっぱり 衛星中立非武装中立がいいんだと自衛隊もいらないんだとアメリカ軍もいらないんだとこう思ってたんですけどもそれには裏,裏に大きな、まあ、トリックじゃなくてちゃんとした主義主張があると、まあ、いうことがまあそれはですねえー、っとこの前の大東亜戦争の前にコミンテルンという、まあ、あの世界の,あの共産党の中央部ですね えー、日本ではコミンテルンという名前ですらですねあのもう歴然とあるんですよ歴然とあってちゃんと公式にもステートメント出しアメリカなんかではコミンテルンのスパイがですね戦後ずいぶん自殺したりしました、まあ、そういったその本当に公の陰謀でででももない公なんい公すねそれはねある意味で正しいんですよ共産主義っていうのはですね自分たちが絶対正しいと思ってるわけですね。まあ、これは現在ですとと中国とか 北朝鮮の指導部を見ればわかるんですけれども、まあ、裁判にかけなくても人を殺していいとかですね。かつては、えー、スターリンがシベリア送りをすると。まあ、こういうふうにですね、まあ、自分が正しいと思っていることは正しいんだと。これが共産主義の基本的な思想なんですね。で、従って、えー、世界中は共産主義であるべきだという考えなんですよ。ちょっとおかしな考えに見えますけれども、社会党もちょっと前までは。 北朝鮮は地上の楽園だと言ってたわけですからねだから今の北朝鮮を見てあれが地上の楽園かってちょっと思えないんですけどまあそういう考えもありますかね共共産党共産党主義にになれば地上の楽園になるだから絶対に共産主義を世界中に共産主義にならなきゃいけない,いやそんなに強く思うなら共産主義の国に移民したらいいように思うんですけど。<laughs> 自分の国を共産主義にしようとするんですねそれの計画部隊が、えー、コミンテルンだったわけですで、非常に考え方簡潔ですね共産主義が最も良いしたがって世界中を共産主義にするしかし資本主義の国とか自由主義の国が結構力があってするといったってすぐ革命が起こるわけじゃない暴力革命ですね暴力革命が起こるわけじゃないだからまず自由主義の国資本主義の国を 疲弊しなきゃいけない。そのためには資本主義同士で戦わせなきゃいけない。この罠罠に入ったのが日米関係もそうでしたね。まあ、日本とアメリカが戦争に至ったまあ3分の1ぐらいの理由は、コミンテルンがですね、日本とアメリカを戦わせる必要があったってことですね。それで戦った実際戦ったですね。そ,それはですね、えー、っと戦この前の大東亜戦争の前にコミンテルンという まああの世界の共,あの共産党の中央部ですね、えー、日本ではコミンテルンという名前ですらですね <laughs> あのもう歴然とあるんですよ歴然とあってちゃんと公式にもステートメント出しアメリカなんかではコミンテルンのスパイがですね戦後ずいぶん自殺したりしました、まあ、そういったその本当に公の陰謀でででももなななんんい公すねそれはねある意味で正しいんですよ。共産主義っていうのはですね 自分たちが絶対正しいと思っているわけですねまあこれは現在ですと中国とか北朝鮮の指導部を見ればわかるんですけども、まあ、裁判にかけなくても人を殺していいとかですねかつては、えー、スターリンがシベリア送りをするとまあこういうふうにですねまあ自分が正しいと思っていることは正しいんだとこれが共産主義の基本的な思想なんですねでしたがって、えー、世界中は共産主義であるべきだという考えなんですよ ちょっとおかしな考えに見えますけれども社会党もちょっと前までは北朝鮮は地上の楽園だと言ってたわけですからねだから今の北朝鮮を見てあれが地上の楽園かってちょっと思えないんですけどまあそういう考えもありますからね共産党共産主義になれば地上の楽園になるだから絶対に共産主義を世界中に共産主義にならなきゃいけない いやそんなに強く思うなら共産主義の国に移民したらいいように思うんですけど自分の国を共産主義にしようとすするんですねそれの計画部隊が、えー、コミンテルンだったわけです。で非常に考え方簡潔ですね。共産主義が最も良いしかし資本主義の国とか自由主義の国が結構力があってすると言ったってすぐ革命が起こるわけじゃない。 暴暴力力革革命命ですね暴力革命が起こるわけじゃないだからまず自由主義の国資本主義の国を疲弊しなきゃいけないそのためには資本主義同士で戦わせなきゃいけないこの罠,罠に入ったのが日米関係もそうでしたね、まあ、日本とアメリカが戦争に至ったまあ3分の1ぐらいの理由はコミンテルンがですね日本とアメリカを戦わせる必要があったってことですね。戦戦った実際戦ったた実際でですねそれで、まあ アメリカは疲弊しなかったですけどもイギリスはだいぶやられましたフランスもやられましたねそれから日本もやられました、まあ、イギリスフランスは戦勝国日本は敗戦国と言いますが、えー、コミンテルンの言い方を借りればですね戦えばどっちも疲弊するんだとそれはそうですねそして今度はそのあとですね暴力革命を起こすわけです。ところが日本で